こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。はい。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。イエーイ。はい。はい。今日は髪の毛の多い方向けの三つ編みアレンジとスカーフの巻き方をご紹介してます。髪の毛に巻きつけてないんですけど、この巻き方すごい特殊になってます。難しいんですか？すっごい簡単です。あ、本当ですか？めちゃくちゃ簡単です。これ結構今スカーフ流行ってるんで、巻き方1個覚えとくとすごくおしゃれに決まります。髪型は、タイトに決めたい時だったり、大人っぽく決めたい時にぜひ参考になるんじゃないかなと思いますので、やってみてください。はいはい、はい、いきます。はい、お願いしますお願いします。それでは動画スタート。ベイビーオイルを使います。4滴出します。手のひら全体に伸ばして、毛先から順に表面までしっかりと伸ばしていきます。今日はタイトに仕上げたいので、顔周りもしっかりとつけていきます。耳上で髪の毛の量が半分になるように上下に分けます。上の髪の毛をダッカールで留めておきます。このくらい寝癖があっても大丈夫です。下の髪の毛を耳の高さくらいでまとめていきます。ゴムで結びます。上の髪の毛をやや斜めに分けます。斜めに分けることによって分け目が隠れてくれます。交差させて下に持ってきます。右の髪の毛を真ん中の髪の毛の下を通して左に渡します。左の髪の毛を真ん中の髪の毛の下を通して右に渡します。同じく繰り返していきます。ある程度下に来たら、三つ編みを前に持ってきて毛先まで編んでいきます。この辺まで来たらゴムで結んでいきます。ここの部分がペタッとなってしまう方は、髪の毛を押さえながらほんの少しボリュームを出していきます。スカーフをこのくらい細く畳んで首に巻いていきます。片側のスカーフを片結びに作っていきます。この時に面を少しきれいに整えておいてください。結んだら反対側のスカーフを結んだ片結びのところに通していきます。毛先を少し広げてあげて完成です。今日は
髪の毛の多い方向けの三つ編みアレンジとスカーフの巻き方でした。今日はスカーフは髪の毛に巻きつけません。すごく大人っぽいアレンジになっていると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。